Hi everybody, I'm Mark Cho, co-founder of The Armory, and today we have a very special guest, Yuya Hasegawa of Brift H, one of the leading authorities on shoe shining. We've put together a little video to show you how best to polish shoes and featuring our new line, The Armory Shoes. Hope you enjoy! ブリフターシュの長谷川です。今日は靴磨きのやり方をご説明します。じゃあまず最初はシューレースを取っていきます。紐をしまいました。で次に馬の毛のブラシで全体のホコリを払っていきます。全体のホコリを払うのとプラスして、特にこの土馬図の隙間と、あとこの紐の裏のタンの部分がホコリがたまりやすいので、しっかりとかき出すようにブラッシングします。が、クリーナーで表面の汚れを取っていきます。でキュッと巻いて、でクリーナーを染み込ませます。だいたいこうコインサイズぐらいに染み込ませたら、かかとから力を入れすぎない程度でいいので、そんなに力入れなくていいので優しく拭いていきます。あんまりこれ強くクリーナーで拭いてしまうと結構この表面の色を落としちゃったりするので、なのででクリーナーで表面の汚れと、まあ、前回塗ってある、まあ、栄養クリームとかを取った後にまた新しい栄養クリームを塗っていきます。で、靴の色に合わせてクリームは選ぶんですけど、革の色をあんまり変えたくない場合は靴の色よりも薄い色を使うといいですね。でもしちょっと濃くしたいなとかっていう場合は少し濃いめのブラウンとか入れると色は濃くできるので、まあ、クリームは自分のその好みに合わせて選んで大丈夫です。でこのクリームののが一番重要で、とにかくこの栄養クリームを皮の中に染み込ませたいので、素手に取ってしっかり塗り込んでいきます。で体一回に取るのはこれぐらいの量ですね。で素手で塗ると分かるんですけど、皮の中にどんどん染み込むんで、こうやってクリーム塗ってるとどんどん皮がこうどんどんしなやかに柔らかくなってくるんですよ。クリームが皮の中に染み込んで繊維がなんかほぐれていく感じがするので、それをしっかり確かめながら塗ってください。そうですね、もうエステとかマッサージみたいな感じですね。でクリームをしっかり指でなじませたら、次は豚の毛のブラシでしっかりブラッシングをしていきます。この時は、ポイントはこうしっかり力を入れて塗ったクリームをなじませていきます。でこの時に結構素手で塗るとこのメダリオンって穴飾りの中にクリームがたまるんですけど、このブラシでしっかりこうかき出すようにブラッシングしてもらえれば問題ないです。で今これ新品なんでないんですけど、履いてるとこう履きじわができるので、でその履きじわが乾燥すると硬くなって割れてくるので、シワができている靴はこうシワに沿ってしっかりブラッシングしていきます。で、しっかりブラッシングした後に布で空拭きをしていきます。で表面に残っているクリームは皮の中に染み込まなかったクリームなので、それは拭き取って、表面はサラサラで皮の中はしっとりしているという状態にしていきます。で2回ぐらい拭くと大体これぐらい拭き取れます。まあ、これが皮の中に染み込まなかった余分なクリームなので、まあ、こういうふうに拭き取っていきます。で、ここまでで、どうですかね、ちょっと光沢は少し出たかなぐらいですね。で、ここまではシューケアと呼んでいて、靴を長持ちさせるためにやるケアなんですけど、で靴をこれから美しく輝かすのはこのワックスを使ってやっていきます。このワックスも革の色と同じ色を使います。でまずは光らせる部分に素手でこれもベースを塗っていきます。であとはポイントはですね、硬い芯が入っているところだけにワックスをやっていくので、こう触ってって曲がるこの辺までですね、ここからここまでが芯が入っているので芯が入っているところだけに塗っていきます。
なのでこの辺にやってしまうとダメですね。でここのベースのワックスはちょっと多めでも大丈夫ですね。だいたい 4,5 回ぐらい素手に取ってなじませます。でちなみに今素手に取ってる量は本当これぐらいですね。全然本当ちょっと取るぐらいです。はこの練る生地を使って、お水をつけながら磨いていきます。でこの時ポイントはここの布のここはピンと張った状態にしておくっていうのがポイントですね。でお水で濡らします。で湿った状態の布に少しまたワックスを取って優しくなじませていきます。ヨレヨレしているとこの鏡面っていって、鏡みたいにピカピカに光らしていくんですけど、そのこのヨレがですね後に線に残っちゃうんですよね。なのでここはピンと張った状態でやらないとピカピカの膜にならないので、なのでシワ1本作っちゃいけないんですね。で塗るだけですとこう白く濁るんですね。そこにお水をつけてお水で優しく撫でるとぼやけて白く濁ってたワックスの膜が水で固まってこう透明になって光沢が出てきます。でまたワックスを塗ってでまたお水をつけてお水で塗ったワックスを膜にしていきます。ファイナルステップですね。この使ってた場所を新しい場所にずらしてここは新しい場所にします。で最後お水だけにして水だけで研磨をしていきます。でワックスを塗り込むときはこういうふうにやるんですけど、最後の研ぐときはこう縦にこう包丁研ぐみたいに水だけで仕上げていきます。これで完成ですね。はい、こういう感じの差が出ますと。